皆さん、おはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということで本日はですね、他人の個人情報を、無断で晒した時にね、どんな罪になるんですかみたいなねお話をさせてもらいたいなと思います。まあ、インターネット上でね、その書いた人が知り得たね、個人情報、他人のね個人情報を、その他人のそのね、許可なくね、勝手に、どんどんこうね不特定多数の人が閲覧するところでね晒した行為、嫌がらせなんかでよくねこういうのあるんで、本当気をつけた方がいいなと思うんですけども、こういったものがね一体どんな罪になるのかなということで、ちょっとね一緒に考えてみたいなと思います。個人情報というのはね、晒されてしまうとね、非常にこう危険だと言われてます。氏名、住所等ね、電話番号なんかね、いろいろな、ね、情報がね、その不特定多数の人にね、晒されてしまうということはね、そういったことを避けたいなと思う人の方がね、多いと思うんですけども、ここでね、他人のこう個人情報を晒すということがね、どういったらね、違法行為になるのか、少しね、お話ししたいと思います。一つがね、プライバシー権の侵害ということですね。プライバシーというのはね、明確にこうだっていうのがね定義されているという感じではないんですけども、現在ではね広く個人情報など含めた人のね個人的な情報を対象にするものと考えられている。その人についてもある、ご自身の氏名、住所、電話番号の他にもね、例えばですけど病歴とか勤務先とかね、そういったものなんかもね、みんなこれ家族とかね、いろんなものがね入ってくると思います。これについてはですね、日本国憲法の第13条ですね、すべて国民はね個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするというものがねございます。ということなので、このプライバシー権の侵害が成立するかどうかではない、プライバシーの対象とあり得る情報であることを前提に、それを公開されない利益と公開することによる利益のどちらが上回るかという観点から検討されることになりますということですね。他にもね、名誉毀損罪なんてものにもね問われかねませんということでね、この辺に関してね、名誉毀損罪っていうものがね、いろいろ言われるところなんですけども、条文で言えばね、名誉毀損罪、刑法のね第230条ですが、公正と事実を適時し人の名誉を毀損したものは、その事実の有無に関わらず3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万以下の罰金に処するね。には、ね、死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を適時することによってした場合でなければ罰しないというね、こういった、ねものがあるんですけども、ただね、これ名誉毀損の方でのプライバシー系の侵害との、ねバランスっていうのが、その公益性、公共性みたいなもの、そしてねその情報が真実か真実じゃないかというね、その中の真実であれば、例えばなんですが犯罪者の情報、個人情報とかね、こういったものがね報道されるなんていうことがね、その社会の利益をねが、個人の利益を上回るというねことでね、免責されるというねこともあるんですけども、一応こういったものがね、個人情報を嫌がらせで晒すような行為に果たしてね公益性、公共性があるかっていうと、基本的にはないというふうにね思われます。例えばね公務員の犯罪とかになってきますと、それでね、例えばですけども懲戒免職になりましたとかね、名前が誰ですよ、年齢が何歳ですよとかね、そういったものとか所属しているところがどこでしたとかっていうのは、その広くね、その知らしめることが公共性、公益性があるということでね免責されることが多いんですけども、そういったことが免責されるに足るね事情がないのに晒されてしまうということは、明らかにね不法行為によるね損害を受けているというふうに言えると思います。こういった場合なんですね、そういった情報が何かしらサイトとかにね投稿されたときはですね、
そのサイトのね、まあ、ルールに基づいて、ね、規約とかルールに基づいてね、削除申請を行う必要があったりしますということでね、まあ、これがね拡散していくとね、デジタルタトゥーとして残ってしまってね、まあ、非常にね大きなね損害を受けてしまうみたいなねこともあるんですけども、見つけた場合は早めの対処ということがね必要になってきます。あとですね、まあ、そもそもね、こういった情報を晒した人にね法的責任を負わせたい、ね、こんなことを考える人もいると思います。その場合はですね、まあ、その削除要請だけでなくね書き込みを行った犯人を特定し法的責任を、ね、追及する。まあね、相手が匿名ならね、まあ、大体こう嫌がらせする人は匿名で嫌がらせすることが多いんでね、まあ、そういった意味では発信者情報開示請求を行って相手を特定してですね、特定できたら、民事または、ね、刑事訴訟または、まあ、両方ともっていうね行っていく流れになりますと。まあ、ただしね、さっき言ったみたく個人情報詐欺の中でも事件性の強い案件の場合で、の場合はですね、警察に相談するね。どうでしょう、結局、まあ、住所の、ね、個人情報を された上にですよ、その上に、そこに、こう犯罪予告ですね、まあ、火炎瓶を送りますよとかね、何か刃物を送ってきますよとかね、爆弾を送ってきますよとかね、まあ、そういうようなことがあったり、あとはね、まあ、リベンジポルノなんかもね、こういったものに該当するなんて考えられます。まあ、こういった場合はね、速やかに警察に相談しましょうということですね。まあ、ですので、まあ、個人情報ね、まあ、本当に保護されなきゃいけないのに、何らかの手段でね、入手した個人情報、ね、例えばご商売やっててね、まあ、いろんな、ね、お客さんからね、その住所とか氏名とかね、そういった個人情報を得たりすると思うんですけど、こういったものがね、そのお客の、許可なく勝手にさらされるとかね、まあ、あるいはですけども、友人知人関係でね、そういったやり取りしていたのにね、それをね無断でねネットにさらしてね、不特定多数の人にね、個人情報を公開してしまいますよみたいな、まあ、こういった場合は大体人間関係こじれた時にやられること多いんですけども、まあ、そういったねことをね、やるとですね、結局ね自分にねしっぺ返しして帰ってくるということがございますので、まあ、ましてね、そういった行為がね行われた事実というのがねネット内に残りますので、まあ、そうしますとね、後からね消してもね、そういった発信者情報開示請求とすればですね、まあ、それが相当時間が経たない限りはですね、録画が残ってるとね、その証拠がね、保全されてしまいますよということでね、まあ、個人情報晒しっていうのはね、なんか嫌がらせの手段としてね、効果的に思われる方がいるかもしれませんけども、現にね慎むべきだと思います。それがね結局ね自分の身のためになるということでね、まあ、ネットリテラシーね、まあ、いろいろね取り沙汰されますけども、まあ、いくらね、まあ、相手に対してね思うところがあってもね、やっていいことも悪いこと、まあ、分別つけたね上でですね、まあ、少しでもね快適に、ネットをね利用する、まあ、こういったことをね心がけることが大事じゃないかなと思いまして、一本動画を作らせてもらいました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。